ででもこちら看護師です正確には元看護師鶴です、えー、タイトル通りなんですけど私看護師鶴は大阪を離れ東京在住になりました <laughs> <や>、ね、<laughs> えっねそれを。 大阪から引っ越してもう完全に11年住んだ大阪のマンション引き払って急遽東京に仕事でね来ることになりましてまあ仕事の方が「もう東京に来なよ」って「言う東京に来ちゃいなよ」って言われたから「いやこれガチですよほんまに一言一句一緒ではないですけど言われましたであいいっすよって感じでもう別に家賃も払えてないんでいいっすよみたいな夜逃げはしないですちゃんとねあの電話して 来ましたで愛犬のショコラも連れて東京に来ました東京のねワンコになっちゃったんでまだねあの渋谷のハチ公に挨拶できてないんですけどねえショコちゃんかわいいかわいいうん <laughs>、まあこんな感じでね、えー、うちの愛犬も喜んでるんですけども、えー、東京来て思ったことうーん交番が多い交番がめちゃめちゃ多い その、一駅に一交番やったら、うーんってなるんやけど、一駅に二、三交番あるんですよ。その出口がいっぱいあってね。僕は池袋に住んでるんですけど、池袋にもね、もう、西口、東口とかあって、西口、北、南とか、うん、ややこいみたいな。で、出たら、出口出たらもう絶対交番あるし、驚きなのが、交番に警察いてるんですよ。え、わかります言ってること。大阪の交番、警察いないですから。ほんまに。見たことないもん。 交番だけあって、東京の交番をね、絶対に一人二人在住してる。徹底してるなぁと思いましたね。悪いことできひんなと思ったんですけど、まあ悪いことはね、みんなしてるんでね。うーん。大きいことや、ちっちゃいことや。あると思うんで、叩けば埃は出てくるもんなんでみんな。だからもうそう、やいやい叩かないっていうね。もう天日干しだけでいいんですよ。布団みたいに。<laughs> 言うてますけどまあそうですね街並み的にはねそこまで栄えてる場所のまあでも池袋なんですけど <laughs> <laughs> まあ大阪に住んでた日本橋とそんな変わらないかなっていう感じですね、うん、で、えー、東側池袋の夜はもうコンカフェの女の子やったり、えー、キャッチの兄ちゃんとかが立ってる大阪の南と似た街並みなんでそこまで変わりはないかなと。 いうことぐらいですかね。あとはね、もう出会いが多いというか、うん、社長さんとかにいろいろね、お食事とか連れて行っていただいて美味しいところに。で、今日もなんと、えー、もうね、えー、東京来て8日目なんですけども、ギロッポンのワーターマンションでパーティーが、チーパーがあるみたいなんで、あ、すいません。えっ、ー、と、六本木のタワーマンションでパーティーがあるみたいなんで、 今から行っていいきたいと思いますまあ社長さんとか芸能関係者とか IT 関係の方とかもいっぱいいてるみたいなんでちょっとね顔を打ってこう自分の芸能につなげれたらいいかなっていう形ですねはいというわけでまあおいしいものばっかり食べてるんですけど、えー、こんな感じでね動画撮ってるんですけど、えー、冗談抜きで全財産5さんごまんですでこれ勝ち あのー、今の仕事のね、代表がね、俺がギャンブル癖があるっていうのと、お金をすぐ使っちゃうっていうので、分割にして渡すっていう手法を取り出したんですよ、意味わかんないでしょ、うーん、だから9月の給料が、9月末に払う給料が30万ぐらいあったんですよ、で前借り10万して残り20万、うーん、5万ずつ渡そっかっていうのでね、4、5、24週間、うーん。 小学生俺。扱い。36やで。小学生。使うけどな。うん。逆にありがたいわ。賢い。俺のこと分かっとる。でも欲しいな。うん。週1、給料やめてほしいな。まあそんなこんなで、ちょっと今から、東京生活楽しみながら、いつまでね、入れるか分かんないんですけど、ショコラと一緒に頑張っていきたいと思うんで、よかったら応援よろしくお願いします。というわけで、う <laughs> <laughs> 最後にパンが絡まったというわけで、えっと、ギロッポンにチーパーに行っていきたいと思いますではまた皆さんお大事にバイ行こうこゃ